アは、ライトハウスカスタマー、東大顧客は、特定の会社、製品、技術を早期に導入する初期の顧客のことである。この用語は、社会学者のエベリット・ロジャースの著書、ディフュージョン・オブ・イノベーションに由来する。アーリー、アダプターは、ベンダーの製品や、技術の使用に加えて、ベンダーが、将来の製品リリース、その配布方法、サービス、サポートの手段を改善するのに役立つ。 かなり率直なフィードバックを提供する顧客のことである。アーリ・ーアダプターによる早期導入はプロジェクトの初期段階でのテストの位置形態でもある。ロジャーズのベルカーブに示されているアーリ・ーアダプターアーリ・ーアダプターとベンダーの関係は相乗的であり、顧客は有利な新製品や技術に早期にアクセスできる一方、アーリ・ーアダプターは一種のモルモットとなる。アーリー・アダプターは ライトハウスカスタマーと呼ばれることもある。これは、市場の先にまで光を当ててくれる、先進的な顧客であるという意味が込められている。東大顧客になり、初期段階の製品テストと展開に共通する問題、リスク、及びわずらわしさにさらされることと引き換えに、東大顧客は、人員を顧客にオンサイトで配置するといったベンダーの、手厚い支援とサポートの提供を受けることがある。 新しい技術は非常に高価であることが多いため、東大顧客には優遇価格、条件が与えられることがある。一方、ベンダーは早期に売り上げを上げること、及び製品とその市場投入メカニズムをさらに開発するために、東大顧客の承認と支援を受けることで恩恵を受ける。東大顧客の獲得は新製品の開発と実装における一般的なステップである。 この種類の関係はベンダーにとって非常に価値がある。早期導入には落とし穴がある。初期バージョンの製品はバグが多く、誤動さしやすい可能性がある。さらに、製品のより効率的で、時にはより安価なバージョンが初期リリースの数ヶ月後に提示されることがある。新技術の早期導入時のコストが高くなることを、アーリーアダプター税と呼ぶことがある。 ありがとうございます。